決断。ひべいて断ち切るっていうね、決断は。これジェームズ・スキナーさんも言ってるけど、秘めたら断ち切るの。受験だったら受からないっていう選択肢を取らないんだよ。受験だったら、受験だったら受かるっていう選択肢しか取らないんだよ。受かるためのことしかやらないんだよ。受からない方法はやんないの、一切。それが断ち切るんだよ。だから決めて断ち切る、つまり受かると決めて受からない方法はやらないって決めるわけで、断ち切る。でもみんな受かるって決めたにもかかわらず受からないこともやってんだよ。二小目一級二級三級とか、受かるって自分が決めたにもかかわらずこういうまずい方法をやってみたい。でまずい方法やってるっつうのも自分で分かりきってんのに質問しなかったり、安易な方法に行っちゃったり暗記しちゃったりしてんだよ。それじゃ受かんねっつう。で本人も分かってんだよ。